はい、えー、おはようございます。えっ、ー、と、また例によって雑談ですけど、よかったらお付き合いください。えー、テーマはですね、まああのー、リスプも人生も音楽もイージーモードでいこうぜという、こういうお話でございます。えー、リスプなんですけれども、先日、あのー、ほんのちょいと書いたね、思いつきで書いた資源数、コ、あのー、ータニオンなんですけれども、 えとこの間、英語版のレディットにあげたんですけども、まあ、今回は <laughs>、この間のなんだチャイティーさんみたいに酷評されなくて、アップボート19か、9をもらって、アップボート率85%ですか、まあ、興味持ってもらえたのかな、みたいな、えー、感じです、えー。とか、その前にもあれだっけ、ストラクチャーエディター、構図エディターの、あれを意外とね、好評でねあの、もっと言ってましたけども、 まああのいやこれが役に立つのかどうなのかっていうとはっきり言って実用になるものではありませんので私は作るあのお,お遊びで作ってますもんですからまあだけどまあ面白いかもねみたいな感じであの知的のお遊び道具ということで見てもらってるのかななんていうふうに思ってます。 えーまあ、リスプもそうですし音楽もね私あのお金もらってあのギター弾いてるわけではないのでまあまあ,あのいろいろと弾き倒してますけどリッチ・ブラックマーとか昭和歌謡とかね飽、まあ,あの,のプロに比べたらもうそ,うそうこに比べたらとてもとてもなんですけど楽しんでやってますプロもね楽しんでやってます。それで あのき昨日ねその夕方の発信してましたけどねあのイージーモードで行った方が世の中うまくいくような感じがしますんですね。あのイージーモードっても適当に手を抜けってわけじゃなくて、まあ、最善は尽くすんですけれどもあの、まあ、やってることってのがそのが何て言うんですか、うん、と誰かに役に立ってくれるし自分は楽しいし。 自分が楽しくって、その楽しさをおす分けできればいいな、みたいな感じでやってるんですよ。仕事もね、あの、楽しいんだな。やっぱり、人の役に立てるってことて楽しいですからね。で、楽しくって、お金もいただけて、お役に立ててみたいのが、はい、いいと思うんです。で、あんまり力入れすぎ、肩に力が入っちゃうとかえってミスしちゃうんで、 あのイーズいいなんですよ。えっ、ー、とまあベスト尽くしてやるんだけどもそのベストっていうのは肩の力を抜いてえっ、ー、とは鼻歌混じりであった方ががいいい結果が出るように思いますあのこそのそ変にねプロだからって言って絶対100%でなきゃいけないとかってあの 特に若い頃に私は思い込んだんだけどもあれプロだったって人間だからねあのプロ野球のイチローだって大谷さんだってミスすることあるんでしょきっと <laughs>。と思いますよ。それが絶対許されないそれがプロだなんてそんな風に私は思ってなくてあのまあ、最善を尽くしてやってるっていうことでよろしいかとあリチーブラックマーだって言ってましたもんあのそのベストを尽くせばいいんだって言ってね。 あの,人あの人も結構完璧主義者のところあるんだけどもあのインタビュー読むと、まあ、かつてそうだったけれどもベストを尽くせばいいんだっていうふうな言い方をしてってその方が結果としていいみたいな気がします、まあ、ましてあれですあの一番最初の話に戻ってリスプなんですけども、えー、リスプというものがですねそのプロフェッショナルの,その職業としてそれでプロダクトを作って えとお金を得てるビジネスになってるっていう例は極めて少ないと思うんですないわけではないんだと思うんですけどもあの昔あれですよあのビットシー2 0世紀の頃ですけどもあ,のあそこのなんだっけ理科学研究でしたっけえっ、ー、とクルさんっていう方がエキスパートの人がいて、えー、とホンダにそのソフトウェアを収めるときにコモンリスプで書いたなんて事例を フィットして読んだことがありますけれどもまあそういう事例は何件かはあるのでしょうけれども、えー、現代とは極めて少ないと思います、えー、世界的に見てもあのリスプがそういったプロダクトで使われている例っていうのは少ないんですかね。まぁ、あ、研究レベルではあるかとは思うのですけれども、えー、でましてあのア is リスプっていうのは本当にあのあの方フランスの,あの研究者の方と私 が作ってるイザエスリスプとあとあのえっと、参照磁層になってる沖電機が作ったあのえオキアエスリスプとかぐらいかなあ,ーあともう一人日本人の方が作ったあの5で動くですね何、えー、て言いましたっけねアイリスかなんていうのもありますけれどもえっ、ー、とまあ,あの限られた処理系でマイナーなもんですから まああの明らかにやってくださいこれであの何かプロフェッショナルの何かを作るってことはあの現時点で考えられないんですよね。それでそのどっちかって学習用で、えー、まあいろいろやりながら試行錯誤しながら、えー、間違えていああそうかこれはこういうことやとまずいんだなみたいなことを学びながらあの成長していく自己あの。 短期をしていく自分を成長していくっていうあの材料として使ってもらえたらとても嬉しいなと思ってますまああのコモンリスプだとかスキームとかになるとあのそういうのはダメだっていうおっしゃる方もいてちょっとあの辺は私手出したくないんですけれども IS <laughs> スリスプ世界だとあのと そ,そ,こそんなことを要求する人もいないはずですし、えー、だからその時計を振るに生かしてですねあの、まあ、まだまだ拙ない行動かもしれないんだけどとりあえず動いたねってやっぱり人間嬉しいもんですんでね。 それで、えっ、ー、と、あ、でももっといいやり方ないのかなとか、なぜこれでしくじってんだみたいなのをいろいろと学んでいく、他の人の書いたものを学んでみたり、専門書読んでみたりみたいな、あそんな風にしていったらいいのかなと思います。まあ、イージーですよ。その方が、あの、えっ、ー、と、学ぶスピードは速いんじゃないかと思います。イージーですね。えー、いあの、サンダーバード、<laughs> 前に見えしたけど、サンダーバードね、 シリーズでね、ほんとバージルだとかね、危機に陥った時にね、スコットはね、イーズイってんですよ。あのほら、えっ、ー、とサンダーパード好きな人は知ってると思うんですけども、二、えー、号があのミサイルであの撃墜されてあわや墜落かあって時に、まあ、なんとかあの無事着陸するんですけれども、スコットはね、イーズイイーズイって言うんですよ。あの。 それでまあ結局結果としてまあ物語の世界ですけどもねう,あのうまく着陸できてみたいな危機は回避できたみたいな何事もそんな感じじゃないかと思うんですねベストは尽くすけどもイージーモードでくそうするとまあ大いなる力が力を貸してくれて大いなるグレ,グレイト・サムシングは力を貸してくれて結果往来でいいとこさまるんじゃないのかなとでそういうふうに思っちゃうと世の中っていうのは気楽だと思うんですよ。 あの肩の力を抜いて、その自分がやってることが、あの、えー、公明正大にあの、やってるよっていう自負があれば、あの、なんとかなるんだと思いますね。力貸してくれるんだと思います。すいません、<laughs> また遠よって、いろいろと雑談でございました。じゃあ。